東京と埼玉に行ってきたのだ。1年ぶり。電子レンジマンの東京ツアー2023。というわけでね、タイトル通り東京に行ってきたのだ。今回は珍しく1泊2日でじっくりうろうろしたよ。その様子を写真に収めてきたから、今回は Galaxy S23 Ultra や Pixel 7での作例紹介も兼ねた動画ってことで。ちなみに特に記載がない写真は全部 Galaxy S23 Ultra で撮影しているのだ。まずは新宿に降り立ったのだ。9時に着いたんだけど、大半の店が11時以降開店なので時間を潰すよ。これが新宿のゴジラね。去年も見たけど、何度見ても良いのだ。ちなみにゴジラはピクセル7でも撮影してるのだ。そこからどこに向かったの？ちょっとマクドナルドで休憩して、10時になったら新宿西のブックオフに行ったのだ。久々に行ったけど、なんか中古漫画の価格が高かったのだ。あと結構中古フィギュアが充実してたね。値段は微妙だったけども。私はサーフェスラックトップゴー2が7万円以下くらいで売ってたのが気になったわ。あれ欲しいんだけど、画面解像度が低めな上で値段がどうしてもね。さすがにブックオフだけでは時間が余ったので、ビックロだったビックカメラに行ったのだ。ここと近くのツタヤは大学時代よく通ってたのだ。もうなくなっちゃったけど、新宿ツタヤはとにかくレンタルのビデオと CD が充実してたのよね。あと西武新宿の野郎ラーメンもよく行ってたね。もはや懐かしいのだ。ビッグではギャラクシー Z フリップ4が実質47円で、これめっちゃ欲しかったのだ。しかし時間もそれほど余ってないので、仙台で探せばいいかと。ただし帰宅後に仙台に行っても、そもそもヨドバシとか在庫自体ないっぽかったんだよね。これは手に入れられるか、かなり微妙なところよね。ビックロタンもとい、新宿タンがいたのだ。キャラデザがめっちゃ好みなのだ。サイですか。プラモとかスマホとかスマートウォッチ眺めてたら11時になったのだ。本題のゴジラストアに行くのだ。この丸井は去年も行ったけど、駿河屋も入ってるのでマニア的に重要よね。ここで去年モロザウルス買ったから、今年はバラン買おうと思ってたんだけど、なんか販売終了してしまっていたのだ。モロザウルスが普通に売ってたから油断してたわね。普通にネットで早めに買っておけばよかったわ。バランは再販に期待しつつ、もう一つ買う予定だったチタノザウルスを買ったのだ。こいつのフィギュア買うのは20年以上前の単色の食玩フィギュア以来なのだ。せっかくなのでゴジハムくんも買っておいたのだ。帰宅翌日にヤマダ電機行ったら色違い普通に売ってたけども。一応このツヤなしはゴジラストア限定みたいね。そしてゴジラポスターを眺めつつ、駿河屋も見てみたのだ。特に欲しいものはなかったけど、物はいっぱいあったね。そういえば今回は何か探してるものあるの？フィギュアーツの仮面ライダーウィザードのウォータースタイルとフレームドラゴンだね。あとは真骨頂のウィザードとかベルトなども安ければ欲しいよ。そんなわけで秋葉原に向かうのだ。電子レンジマンの動画。秋葉原に着いたのだ。とりあえずクーポンを持っているブックオフを見たのだ。欲しいものはなかったので10円でジャイアントロボの漫画だけ買ったのだ。そして近くの X を覗いてみたところ、ウィザードの真骨頂があったのだ。しかも値段が7980円と安め。さすがに頭部と可動体の完成度は圧倒的に上がってるね。これマーキョーブとかちょっと汚れてたりするけど、安かったからいいのだ。この電報屋を眺めつつ野郎ラーメンへ。元祖野郎ってのを食べて美味しかったんだけど、軟化量がめっちゃ普通で困惑したのだ。もっと暴力的な量の麺ともやしだったはずよね。一般向けに調整入ったのかな。多分大サイズにするとかすればいいんだろうね。元祖野郎は味があまり濃くない感じで、通常のよりも食べやすい印象なのだ。ただし僕は通常版のが好きではあるかな。そして横のマンダラケ、今回はいとこのボブに頼まれたアイテムを買ったのだ。僕が探してるアイテムはなかったので、中古漫画とかフィギュアを眺めつつ脱出。ブックオフにはまずないような古い漫画がいっぱいあるのが見てて楽しいのよね。中古パソコンショップやワールドモバイルなどいろいろ見て、中野に移動しようと思ったところで駿河屋見てなかったのに気づいたのだ。駿河屋に行ってみたところ、フレームドラゴンあったのだ。2500円だったんだけど、実は翌日行ったホビーオフで1600円くらいで箱なしのが売っててショックだったのだ。横のは何？ちょうどウルトラマンのトリガーとかエースとかの武器パーツセットだね。正直かなり高いなぁと思いつつも、多分仙台とか青森で見つけられる機会ないので買ってみたのだ。そして中野へ。4階で飲み物を飲むのだ。あんた4階やたら好きよね。
閑散としてるし、マニアックな店が多いので東京に住んでた頃からよくここにいたのだ。東京で一番落ち着くスポットだよね。ファイヤーエンのお面とかいろいろ売ってたけど、僕が買ったのはこれなのだ。4階の階段近くのあのおもちゃ屋で買ったトロンボーの人形450円。こういうのはあの店に行かないと買えないわよね。そして中野のブックオフ見てから脱出しようと思ったんだけど閉店してたね。結構歩いてから気づいてだいぶ無駄足になっちゃったわね。時間もなくなってきたのでそのまま池袋へゴー。住んでた時ならともかく観光的に寄ってまで何カ国に見どころある中古屋とかあったかしら。実は知らんうちにマンだらけができていたのだ、パルコの地下に。で見たんだけどフィギュア系が充実していたのだ。ただし僕が探してるアイテムはなかったのでボブに頼まれたアイテムだけ買って離脱。で宿泊先となる川越に来てホテルでクックルンとかあたしんちの再放送とか眺めまして、夜だけどここから歩いてブックオフと万代書店に向かうのだ。で、なんか謎の本屋兼プラモ屋があるんだけど、さりげなく長い間再販してない女神デバイスとか置いてあったりしたのだ。ブックオフに到着、多分8年ぶりくらいかな。昔は笑い仮面とか古い単行本いろいろあったりしたけど今は普通だったね。中古フィギュアもあったけどマーゲーセンの景品とかが多かったのだ。さっきマンダラケでボブ用に買ったフィギュアもあったけどマンダラケのが安かったわね。そして夜の川越を延々歩いて万代に向かうのだ。写真だと明るく補正されてるけど実際は暗闇だからめっちゃ怖かったわね。昭和っぽい狭い住宅街とかを通り抜けて万代書店に到着なのだ。ここ歩道がないのでめっちゃ危ないから昔から嫌だなぁと思ってるのだ。品揃えはさすがに昼間に行った店と比べて微妙、仙台の微妙な店舗くらいの感じだね。余談だけどエスカレーター周りがアメコミテイストになってて人形が吊り下げられてるからベノムかなぁと思ったらコナンの犯人だったのだ。帰るのだ。そんなわけで往復6キロくらい歩きましてめっちゃ疲弊しながら帰って就寝。電子レンジマンの動画2日目は多分行くのが10年ぶりくらい、東大和のブックオフとホビーオフハードオフを見るのだ。ここも駅から2キロ弱あってもうだいぶ足がしんどかったのだ。昨日から延々コサキンのポッドキャストを聞きながら歩いてるわけだけどこの2日間で7月頃から10月半ばの放送まで進んだね。で、ブックオフではカブラのビータのゲームをクーポン込み428円で購入。これはまあ普通ね。あとボブへの土産アイテムも買っておいたのだ。すごかったのが画面左端に見切れてるホビーオフで、ここは昔行った時も衝撃を受けたけど今見てもすごいのだ。とにかく中古のおもちゃ量が多いし根付けも結構良心的なのだ。ハードオフ側も広くてジャンク品が充実してたりしたのだ。ホビーオフでもいろいろ買ったのでこの後紹介するブックオフの購入品とまとめて後で紹介するのだ。続いて所沢に行きまして駅から歩いて東所沢のブックオフに向かうよ。足滅びてるんだからバスに乗れば。バス代が惜しいし南下バスって苦手なんだよね。乗り降りのシステムが分かりづらいから。あとまあ住んでた地域だからじっくりうろつきたかったところもあるのだ。なんか知らん中古ショップができてる。入ってみたけどセカンドストリートくらいのボリューム感だったね。そしてブックオフ、ここはマジで在庫がすごいのだ。大学時代はよく通ってたわよね。店の3分の1くらいおもちゃコーナーで仮面ライダーとかウルトラマンとかの在庫がすごいのだ。マニア向けのおもちゃもいっぱいあるのだ。あと今はガジェット関連とかも増えてたね。というわけで買ったのだ。ブックオフではウィザードライバー、さっきのホビーオフではウィザーソードガンを、あとホビーオフではドラゴタイマーも550円で入手、指輪も1個55円、ブックオフでもエンゲージとクリスマス等の3つ入りをそれぞれ110円でゲットしてたり。だいぶ集まってきたわね。安く手に入って満足なのだ。ホビーオフ550円のドラゴタイマーはブックオフで250円で売っててショックだったけども。そしてゼストへ2階がゲーム屋だったと思うけど
ここ1階が駿河屋になってておもちゃ置いてるんだよね。ここではストライクウィザード用ローブが220円だったので購入、仙台だと750円とかするんだよね。ベルトの向き逆だったかもしれんけど気にするな。なるほど、良い感じにローブが待ってるわね。角度によっては胴体周りの隙間が目立って微妙だったりするのだ。そんなわけでひたすら歩いて新所沢へ向かうのだ。途中でしんちゃんの交通安全だかのキーホルダーが落ちてたりしたのだ。この動画はピクセル7で撮影してるよ。この辺って自転車で通過する地帯だったから歩くのは新鮮ね。もう足が痛すぎて精神的に限界になりつつあったのだ。イヤホンから流れる小砂金だけが救いだね。結局ここからまだ6キロくらいこの日は歩くわけだけども、電車かバスに乗ればよかったのに。航空公園駅を通って新所沢へ。ここは駅の手前あたりね。ちなみにせっかくだから当時住んでた家の周りとか通過したりもしたよ。光景は特に変わってなかったのだ。え、なんで新所沢に向かってるんだっけ。ブックオフがあってここ8年くらい行ってないから一応見たかったのだ。あと山田うどんで昼食を食べたいんだよね。もうこの時点で1時過ぎてるのだ。本来はぐるぐる大帝国とか見たかったけど距離的に無理そうね。まあそっちは4年くらい前に見てるからね。来年とかに行けばいいかな。ひたすら歩きまして、おもちゃ屋があったので寄るのだ。10年前はウインスペクターとかのおもちゃも置いてたんだよね。ここ今はフォーゼが最新って感じだったね。なんか昔よりフィギュアーズとか増えてたような。さらにひたすら歩いてブックオフに到着。まあ特に欲しいものはなかったけど懐かしさには浸れたのだ。ここはほぼ本が販売されていて、おもちゃやゲームなどはわずかって感じだったわね。そして山田うどんね。アンチセットの冷やした抜きうどん付きなのだ。ただね、忘れてたんだけど山田うどんって微妙に店ごとにメニューの仕様違うよね。何かあったの？僕の言ってた大学近くの山田うどんは冷やした抜きの天かすがもっと普通のやつだったのだ。ここはなんか天ぷらを揚げた時に出たかすそのものね。なんかめっちゃ硬くて天かすは微妙だったのだ。他のは普通にうまかったけども。ここはうどんの種類もちょっと少なくて昔通ってたとこと結構違ってたわね。海鮮かき揚げ丼みたいなのも店ごとにめっちゃクオリティに差があった記憶があるから、観光で山田うどんに行く人はその辺運ゲーになるよ。観光で山田うどんに行く人はあんまりいないと思うけどね。駅から遠いしチェーン店だからね。あと大学時代たまに行ってた新所沢のゲオも見ておいたのだ。今はレンタル DVD だけじゃなくスマホとかも売ってたわね。昔ゲームショップ兼中古フィギュア屋だった場所が自転車屋になってたのだ。あの2階の自転車置いてあるあたりにフィギュアが並んでたわよね。電子レンジマンの動画というわけでね、東京や埼玉をいろいろ見てきたのだ。1日18キロとか歩いてたから足が2日経っても痛いわね。翌日もうっかり仙台市内を自転車で30キロ弱走り回ったから余計にね。今年はかなりいろいろものを買ったのだ。全部フィギュア系だったけども。結局旅行の時ってあんまりガジェット類買うことないわね。僕はガジェットについては割と欲しいものを狙って買うから、なんとなく店で見かけたものを雑に買うことが少ないのよね。ガジェットは基本的に数千円とか数万円だから、あんたの資金力では突発的に買いづらいのもあるわね。まあとにかくフィギュアとかいろいろ買ったということで、おいおいブログとかで紹介していくと思うのだ。そんなわけで旅行動画はここまでなのだ。観光地とかみじんも出てこなかったわね。まあ楽しかったらいいじゃねえかい。一日にしようよ。ずんだもん、ありがとうございました。